国民共同党。国民共同党は、日本に、かつて存在していた政党。中道政党の共同民主党と国民党に、無所属クラブの一部が加わって結成される。資本主義、社会主義に対する第三の道としての、共同組合主義を綱領に掲げた。その他、綱領には、議会主義、人道主義、政策大綱として、中央集権の排除、 農産漁村の近代化などを掲げたが、党の総体は、保守的な傾向が強かった。決闘当初の幹部は、常任委員会議長に、岡田勢一、初期長に、三木武夫、政務調査会長に、船田教授など。決闘直後に行われた、衆参両院の選挙戦では、階級闘争でもなく現状維持でもない、相互の人格と立場とを尊重し共同する。 中道路線を訴えた。しかし、決闘1ヶ月という準備不足に加え、中道路線が片足を社会党に、もう片方の足を自由党、民主党に突っ込むような、どっちつかずの姿勢に見られ、4月20日の第1回参議院議員通常選挙では10議席、25日の第23回衆議院議員総選挙では31議席と、両院ともに第4党に止まった。 しかし、国民共同党は選挙後の政局で、キャスティングボートを握った。衆議院では、左派系の日本社会党、保守系の日本自由党と民主党、連立与党の上位3党が、議席数3割弱でほぼ横一線で並び、さらに参議院では3党喫行に加え、無所属の議員が半数を占めた。選挙後に、三木は、社会党書記長の西尾末広と協議を行い、 5月7日の両院議員総会にて民族の危機を克服し、政局の収拾を図るために、社会、自由、民主、国民共同の4党連立挙国一致政権の樹立が望ましく、主犯は第一党の社会党から出るべきであるとの三木と西尾の会談報告を了承した。4党は連立協議に入ったが、生産復興のための統制経済を、 容認できなかったことなどから自由党が、離月、5月30日に、社会党、民主党、国民共同の3党連立により、片山内閣が成立した。閣僚ポストの数は、当初議席数から見て1プラス法制局長官の1.5と考えられていたが、三木の粘り強い交渉の結果、大義士会長、笹森純造も、 国務大臣として入閣したことによって国民共同党はニッポストを干した。6月30日の第二回党大会の席で中央委員長に三木、初期長に岡田が選ばれた。党大会の席で三木は共同主義による政策を国民の前に明らかにして理解を求めていくと抱負を述べた。さらに三木は委員長として 共同主義協会の事務所を自らの事務所内に置き、7月5日に行われた共同主義協会の第1回会合に参加した。連立政権は成立後約半年を経た同年秋になると3党間、そして社会党、民主党の内部対立が目立ってきた。特に社会党内は左右の対立が激化し、右派の中でも西尾と平野力造の王との対決が深また。 いた。民主党は11月、臨時石炭工業管理法をめぐりしで原、基重ーラが離党する。民主党党首の足田は、9月から10月にかけて、国民共同党へ行動を呼びかけていた。この時の幹は、国民共同党が民主党に吸収合併される、形の合同に反対した。しかし社会党内の対立劇化、民主党からしで原派が離脱するという、 連立与党内の混乱に加え、国民共同党の一部と、日本の民党、社会党の平野らのグループが、新党運動を開始したのを見て、このまま手をこまぬいていれば、国民共同党を維持できないと判断した三木は、かねてから、共同民主主義を唱え秋田大輔や赤沢、正道らが支持していた、矢部貞春をブレーンとして迎え入れ、新党結成を目的として、国民共同党を、 日本農民党などの有志を急合して、新政治協議会を創設、さらに1948年、昭和23年1月3日、足田に対して合同を持ちかけるという反転構成に出た。三木や矢部は、社会党との関係を重視していた。当時の足田は、社会連帯主義と修正資本主義を提唱していて、社会党との連携にも積極的であり、 共同民主主義を唱えていた三木との接近は自然な、なりきであった。しかし、中道勢力の結集は容易なことではなかった。2月10日に、片山内閣が総辞職すると、後継政権のあり方をめぐって、民主党内で、斉藤隆夫らが社会党と手を切り自由党と、連立すべきと罵りするという内紛が勃発した。一方、国民共同党、新政治協議会も、 同じようなトラブルに見舞われていた。平野ら全国農民組合派が新政治協議会に加入して、三木が主導していた、新党結成の動きをいわば乗っ取る動きを見せ、国民共同党内でも、早川隆らが離党の上、それに同調しようとしていた。三木は新政治協議会の活動を休止させ、最終的には自由党の吉田茂を主犯に押す、全農派と足田を押す、 国民共同党側が他元を分かつことで決着がついた。三木は片山内閣崩壊直後、社会、民主連合を選択するか自由、民主連合に就くか迷っていた。これは、早川らの離党の動きがある中で、まずは国民共同党の組織防衛を最優先とせざるを得ず、社会、民主、国民共同の連立の枠組み維持まで手が回らなかったためである。 結局2月14日の大議士会で民主党支持で党内はまとまり、社会党も左派が足田主犯に合意した。窮地に陥った社会、民主、国民共同の三党連立が維持できた背景には自由党を右翼保守とみなしていた GHQ 民政局の支援があった。斉藤らが民主党から離党したため衆議院では足田が主犯指名されたものの、 参議院は吉田が指名された。主犯指名では、衆議院の議決が優先されるため、足田が首相に任命され、三党連立の枠組みは維持される。組閣にあたっては、三木は党務に専念するために、自身の入閣を誇示、代わりに、氷田の農村を抑えるべく、農商ポストを要求した。しかし結局、連立の維持が何よりも重要であるという判断に、 元付き農商ポストは譲り、岡田が、運輸大臣、船田教授が、行政調査部総裁に就任した。しかし政権発足直後に自由党は、民主党からの離党者などを迎え入れて、民主自由党を結成され、衆議院、第一党に躍り出る。政権内でも、副総理となった西尾に、届け出がない政治献金が発覚。予算修正問題では、社会党に、 し付け論が紛失するなど、ガタガタの状態に陥る。ミキは、足田西尾と相談の上、7月5日に、中央政治連盟の構想を発表した。極右、極左を排した、中道政治の実現を目指し、民主、国民共同の両党を中心として、社会党の右派、民事党の一部を巻き込んだ、政治勢力の結集を図ることであった。危機を前に、 再び中道勢力の結集を図ったのである。しかし国民共同党内も一枚岩でない、情勢下では、三木の構想の実現は困難であった。8月半ばに、三木は足田に民主党と合同できない旨を伝えた。その後、昭和電光事件が引き金となり、10月7日に足田内閣は総辞職する。後継の候補は、三党のうち残った。 国民共同党の三木と民事党の吉田であった。10月9日に三木と会見した連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは三木に首相就任を打診するが当時は社会党、民主党ともに党内がゴタゴタの状態で三党の枠組みが長続きする保障がなかった。結局三木は県政の上動を理由に首相就任を辞退し第二次吉田内閣の発足に至る。 1949年1月23日の第24回衆議院議員総選挙では、三党連立政権のごたごたに嫌気がさした有権者の票が民事党に集中し、単独過半数を獲得する。国民共同党は14議席にとどまり、左派系の不満票を集めて躍進した日本共産党にも抜かれて、第5党に転落した。選挙後、民主党内では、 民事党との連携を進める連立派と足だら野党派の対立が激化する。このような中、戸間別吉蔵は三木に対して民主党が分裂した場合に援助を要請し、三木は了承した。2月18日、足田は三木に対し、犬飼健ら連立派と野党派の色分けがはっきりしたら国民共同党と合併したいが、社会党との提携は時期尚早であると伝え、 三木は足田に対して、社会党の右派くらいまで政策を持っていくべきと主張した。その後足田は6月に西村英一から中道政治の復活の見込みはないと言われ、国民共同党との合併話にも消極的となった。またちょうどこの頃から足田は連合国との講和において、日本の中立維持は困難とみて、反共運動の必要性を強く感じるようになっていた。 国民共同党と民主党との合併が進まない、うちに、1950年2月10日に、民主党連立派の堀茂らが民主党に入党し、さらに勢力を拡大した。民主党の拡大は、民主党野党派と国民共同党との合併話なしを促進させた。同年3月、三木は足田に、新党は、社会主義者の一部も参加できるような幅の広いものに、せねばならないが、 現状では、社会党派との合同は、現実的ではないと主張した。しかし足田は、三木の意見に、表向きことを唱えなかったものの、新党の人材難、政治資金の不足が、喫緊の問題であると見ていた。夏に迫る参院選を前に4月28日、民主党や党派と、国民共同党が合併して、国民民主党が結成されるが、足田の予感は的中し、 6月4日の第2回参議院、議員通常選挙で国民民主党は惨敗、さらなる政界再編が必要となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。